ロンスペルク上空伝法府カレルギーは、ボヘミア貴族の一族。1903年より、この複合性を用いている。空伝法府家は、ブラバントのフランス系の貴族で十字軍にも参加した、ジェラール一世、トゥ空団の部に遡り、その後80年戦争の端緒となった、ネーデルラントの反乱を、ハプスブルク家の側について戦い、ハプスブルク家と空団の家が共に、 その戦争により、オーストリアへ追いやられる以前に、フランドルへ移動した。1790年以来帝国博の称号を持つ。カレルギスカは10世紀前後からのヨーロッパ最古級の貴族家系の一つ。東ローマ帝国のニケフォーロスホカスの末裔で、クレタ島の一地域の領主になった。13世紀に、カロンとエルゴンに由来するカレルギスの姓を創始し、後にカレルギーに改めた。 クーデンホーフ家のフランツカールクーデンホーフ伯爵は、カレルギー家のマリー・カレルギーと1857年6月27日に、パリで結婚した。やがて、ケルンテンの山脈のザマトの屋敷とオッテンスハイムの、城とロンスペルクの屋敷と城を含む両家の領地は、合わさった。フランツカールとマリーは6人の子を設けた。長男ハインディヒは日本で、 青山光と1892年に結婚し、東京で子供が2人誕生した。1896年にハインリヒは、妻子と共にオーストリア・ハンガリーへ帰国し、後に子供が5人誕生し、合わせて7人の子を、ロンスペルク城で育てた。ハインリヒは、両親死後の1903年に、母方のカレルギー性を加えて、最初の宮殿法フカレルギー伯爵になった。 ハインリヒの次男は、欧州連合の石を築いた、リハルトクーデンホーフカレルギーである。マクシミリアンクーデンホーフマックスクーデンホーフマリア、カレルギスマリーカレルギークーデンホーフカレルギー、講師リハルトクーデンホーフカレルギー。ありがとうございます。